はい、今回の動画は iOS14.5 からの新機能でマップアプリで到着予定時刻を相手に共有することができるようになったので、そのやり方をご紹介します。それでは早速そのやり方ですけども、まずはマップアプリの方を起動してもらって、この検索のところで目的地を入力をします。今回何でもいいんですけども、じゃあ例えば東京スカイツリーとかにしてみましょうかね。で、次にこの経路というところですね、こちらをタップをして移動手段を選択をします。はい、そうすると移動手段が車なのか徒歩なのかとかですね、あとは電車とか交通機関を使っていくのかというのをね、選択をすることができますので、これはですね、ご自身のですね、移動手段のところを選択をしてください。じゃあ今回はこれ車が選択されているんで、このまま車を選択をしてですね、この下の出発というところをタップをして経路案内を開始します。はい、で経路案内を開始すると、画面の右下の方に上矢印のマークが出てくると思いますので、こちらをタップします。はい、そうすると画面の下の方からメニューが出てきて、この中に到着予定を共有という項目がありますので、こちらをタップします。はい、そうするとこういった形で連絡先が表示されますので、ここから到着時刻を伝えたい相手を選択をしてですね、その時刻を伝えることができます。はい、であとこの到着予定時刻を受け取る側も iPhone を使っていればですね、同じねマップのアプリが入ってますんで、そのリンクをですねタップをして見ることによって、その移動状況なんかもですね確認をすることができる機能になります。はい、といったことで今回の動画では iOS の新機能のマップアプリで到着予定時刻を共有する方法をご紹介しましたけども、何かね待ち合わせとかするときに使ってもらえると便利なんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。